回は、ディース選手、部長選手、ライム選手が出場します。それでは参りましょう。波動ファイト。さあ今回はねちょっと面白いパラメーターですよ。見ていきましょう。オーディナルにも注目です。オーディナルがねフルアタックですね。今回のマスターズカップで2回目のフルアタッカーです、オーディナルが。あ、そうですね。いや、フルアタできるチームっていうのはやっぱりスキルがないと、うんうんうん、今の環境厳しいんで。そうですよね。それだけ自信があるっていう。うわー、うまいな。やはりでオーディナル負けてませんね。そうですね。割とあのワチャワチャピーポーは、はい、なんていうんですかね、あの古典的な戦略というか、ずっと変わらないスタイルを貫いている。そうですね。それで強いっていうチームなんで、うんうんうん、割と作戦打つ、あの相手として作戦取りやすいんですけども、うんうん、そのスキルが高いんで、うんうんうん、やっぱしっかり点取る、避けるっていうのがしっかりしてるんで、そこをどう攻略していくかっていう。そうですよね。このそれに対して2点差でまず縮持ってるオーディナルのやっぱ底力がすごいですよね。しかもワチャワチャピーポー羽が少ないんで巻き返すこと可能だと思うんですけど、4点差は厳しいか。いや、ここでやっぱ、ね、ワチャワチャピーポーの凄さが出てきましたね、はい、さあしかし、うん、まず1点取っていけるか。さあここで試合終了、5対3でワチャワチャピーポーの勝利です。いや、オーディナルとしてはここ2点で抑えられたのは